貸主の皆さん、こんばんは。気高き債務者、相席スタートの山添寛です。好奇心が開花するエンターテイメントの架け橋、桜橋919、毎週火曜日は私、相席スタートの山添が、こちら東京のミクチャスタジオから生放送でお送りいたします。はい。ということで、今週も始まったんですけれども。今日はですね、毎週火曜日、なんですかね、このアシスタントっていうんですかね、パーソナリティか。で、やってらっしゃるうちの相方の K さんがやってらっしゃるね、ナイツ・ザ・ラジオショーという番組にゲストで出演させていただきまして、それがまあナイツさんがメインでやられて、火曜パートナーということで相方の K さんもいらっしゃるんですけども、そこのゲストでね、久しぶりに呼んでいただいて行ってきたんですけれども、日本放送じゃないですか。で、入るじゃないですか、有楽町日本放送入ったら、ダイヤモンドのね、野沢もなんか月一で、準レギュラー的な立ち位置で出させてもらってるらしく、野沢もおったんですよ。で、楽屋にスーッとね来て、おはようございますみたいな感じで来て、おーおーおーって言って、ほなね、両手をね後ろにこう組んでるんでね、んって思ってね、野沢はといえばじゃないですか、この番組で言ったら。新規の方にご説明させていただきますと、ある日幕張のね、不可解な行動から、全て点と点が線になり、 M1 で、ダイヤモンドが振るわなかったじゃないですか、結果としてね、ネタは面白かったんですけど結果が振るわなかったというのを理由に、今吉本の劇場を一個ずつボルト緩めて潰していこうとしてるんですよ、あいつね。もうすごい不器用なやつと言いますかで、それを僕にバレて今すごく焦ってるんですけどね。で、その緩めて、抜き取ったボルトは自分の体内に入れて生活されてるんですよ。これが全ての説明なんですけれどもだからそのお笑いが好きすぎるあまり結果が出なかった時に、その本当真逆の行動をしてしまう。大好きやからもう大嫌いって言っちゃうみたいな。そんなに好きなんやったら、じゃあ私は嫌いって言ってるけど愛情表現してみなよみたいな、態度を取っちゃうやつなんですよ。だからこう各劇場のね、出番が入ってる日にボルトを緩めては、その長期計画でね、何年かかるか僕は知りませんよ。ボルトを抜いていく犯行を気づいたのが初めてなんでね、5年から10年か20年かかるのか分かんないですけど、ゆっくり全てのボルトを抜いてゴゴ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 ズシーンって言って全て破壊させるっていうのが野沢なんですよね。で、俺はやめろよってね、他の人には分からんように、可愛がってる後輩なんで、こっそりね、お前そんなことすんなよ、下手な真似したらあかんぞってことをね、ちゃんと俺はもう注意してるんですよ。で、その日もね、そのなんかおはようございますって言って手を後ろに組んでるんで、お前今なんでそんなにお前手後ろに組んでんねんっつって、何がですかって、お前ボルト持ってるやろ日本放送に迷惑かけんな、お前ナイツさんに迷惑かけんなよ、お世話になってるやろって言って、持ってませんよ、ね、納豆か納豆だけか今はとか言ってね、結果向こうは全面的に否認はしてたんですけど、そこから野沢のコーナーがあり、でその野沢のコーナー終わりに僕のコーナーがあって、野沢が待っててくれたんで昼ご飯食べに行こうかっつって、で、お給料入ったから、ちょっと贅沢なもん食べさせてもらおうって言ってね、うなぎ屋さんに入ってひつまぶしを食べてたんですよ、二人ね。そしたらね、僕はもう夢中で、うなぎが大好きやから、ひつまぶしも大好きやから、カッカッカッと食べてたんですけどね、パッとね野沢の方見たら、ひつまぶしって何段階も楽しめて、最終的にこうだし茶漬けみたいにもして楽しめるじゃないですか。その急須が置いてあるんですけどもね、僕の分も野沢の分も、自分の方の急須の蓋にある突起の部分、
ボルト緩めるようにずっとひねっとるんですよ。もうね、恐ろしいですよ。本当に。もう発作なんですよ。突起物を見たら、この2本の指、3本の指でひねりたくなる。そういう衝動に駆られるやつなんですよ、あいつは。だからもう、愛情表現なんですよ。コミュニケーションの取り方がもう指ひねりなんですよ。ヤンキーが拳でしか語り合えないように、ね。野沢という男は何かと向き合うときにその相手の突起物を見つけてひねるんです。大好きな彼女できてもまずひねってまうんでしょう、乳首を。うん、あ、まだ早かったかみたいなことも今まであったんですかね。うん、 I love you って言ってコリコリコリっとするわけなんですよ。痛いとか言われてるでしょ。不器用なやつなんです。うん、だからもしかしたらそのお笑いと距離を置きたいとか、吉本の増えすぎた劇場を減らしたいとかっていうのはただの僕の思い違いで、あいつなりの劇場との向き合い方が指コリコリやったのかもしれません。でもまあね、もう多くを言わず、お前またお前そんなことして、お前急すな、お前と取っ手の部分とかも言わずに、もう俺はもう先輩なんで、うまく付き合っていこうなとだけ野沢に伝えました。それでは今週も始めていきましょう。相席スタート山添寛の桜橋919。改めましてこんばんは、相席スタートの山添寛です。さてさて、キングオブコント決勝進出者がとうとう明日発表とのことですね。一応明日の20時頃、夜8時頃から記者会見が YouTube で生配信されるとのことらしいですよ。この番組として追っかけていて注目していますのは、そう、同期の影山、そして先輩サルゴリラさんのお二組でございます。賞レースの決勝に行く人がささやかれる、先バレ告知が今年影山に来ているんです。この先バレというのはですね、ちょっとパチンカーの方はもうすぐピンとくると思うんですけども、リゼロという台がね、発明しましたよね。あの、もう入賞、へそに玉が入った時点で、下の、丸いランプのところがツキューンといって赤く光る。それはもう期待値 40% 以上あって、この、回転は熱いですよって教えてくれる。のと同じように、毎年、一組から二組ぐらいは賞レースの前にあいつら仕上がってるらしいでと囁かれる噂が流れるコンビっていうのがいるんですよ。で、そういうやっぱ囁かれるコンビの人たちはほんと 40% 以上の期待度ぐらいで決勝に進んでる。で、それがまさかの今年同期の同志の影山だったということなんですね。一緒にね、海外のカジノ行って大負けした後、ホテルのフロントマンにバッド、グッドルーザーと叫んだ男がなんとグッドウィナーになる日が来るのかもしれません。はい、ちょっとね、準決勝終わってからまだ影山には会えてないんですよね。でも僕はまあ先バレ告知が同期に入ってるので、もちろん準決勝の2日間ともこうてね、あれ高いね。準決勝配信4,500円。配信で4,500円で俺初めて買った。高い。ほんまびっくりした。でも4,500円払ってもいいぐらいの面白さやったね。やっぱ準決勝って何十組も出る、30組以上がね、出場者のネタが全部見れて。まあそれは4500円払ってもええかって、まあ絶妙な価格設定でしたよ。まあだから手応えとかも聞けてないんですけど。でも、僕が2日間見た中では、影山すごく反応良かったし、なるほど、こら告知入ってるわけだ、みたいなね、とこがありました。そして先週もお話したサルゴリラさんでございます。サルゴリラさんに関しましては、もうネタは決勝、確実に行くレベルに到達されていると。
もうここ数年ずっとです。そしてお会いした時に僕がもうサルゴリラさんお二人に言ったのは、もうネタ完璧なので必要なものは決勝に行けるようなムーブを取ることだと。ネタは完璧、ネタ以外の部分で決勝に行く要素を見出す、もうそれだけですと。で、具体的に何をすればいいか、これはキングオブコントでね、2本目をやる前にまとうあの黒の布あるじゃないですか、あれを着てプライベート過ごしてくださいと。もう常にあの布をでまとってくださいと、なのでサルゴリラさんが布をまとって見かけた時歩いてなかったら皆さん叱ってあげてほしい。これも監視してください。常に私生活から2本目を意識しろと、暴力を振るってください。外見で、分かるような外傷がつかなければ内部破壊は大丈夫です。うん。おい、また来たマント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 来たこっから明日の発表までに追い込みが必要です。キングオブコントは決勝決まった時点でラビットに呼ばれるんで、サルゴリラさんはもう明日の朝 TBS に行って勝手に出た方がいいですね。マント着て一切見せない、首から下を一切見せずにラビットに出た方がいい。そしてキングオブコントの回で松本さんに当て書きしたコントももう会見までに書いといた方がいい。発表前に書いといた方がいい。そうよ、梅田サイファーに書いてもらうラップも今のうちもうオリジナルで自分から考えといた方がいい。その発表記者会見までにできることを全てやっとかないと。キングオブコント反省会は豊洲のバーベキュー会場でやってるから、もうバーベキュー以外口にすることはもう禁止ですよ。ねえ、食べたらダメですよ、バーベキュー以外。魚とか刺身とかダメですよ。もうずっと豊洲にいてください。豊洲か TBS ラビット先手必勝なんですよ。だってもう特別にお伝えしたんですから、もう先週言ってから真似してるコント師たちも多分たくさんいますよ。遅れを取らないように先手先手でお願いします。明日の会見、サルゴリラさんとグッドルーザーズに皆さんご注目してください。頼む、言ってくれ。さあ、番組から非常に嬉しいお知らせでございます。なんと東京の電車に桜橋919の中吊り広告が掲載されることになりました。すごいことが起きてるやんか。中吊り広告に、いやー、鉄道ファンの皆さんお待たせ。撮り鉄とかね、乗り鉄とか、鉄道ファンにもいろんな流派がありますよね。その中の一つ、電車の中にいる山沿いに興奮するゾエ鉄はありますよ。いやー、待ち遠しかったでしょう、ゾエ鉄のみんなはね。まだかと、どこだと、ずっとカメラ片手に首から引っ下げてゾエを求めて電車を待ってるゾエ鉄たちがいたことでしょう。ねえ、あいつらその何、その入場だけして忘れ物したとかって言って同じとこから出よるとか、そういうのが問題になったりしましたよね。いないなあ。そっちは、こっちもいない。ゾエ鉄たち、今こそ興奮してくれ。中吊り広告が掲載される路線を一気に今お知らせいたします。山手線、常磐線、横須賀線、総武線快速、つくばエクスプレス、京浜東北線、根岸線、横浜線、南武線、鶴見線、相模線、埼京線、臨海線、中央線快速、中央総武線各駅停車、京葉線、青梅線、五日市線、武蔵野線、以上の路線に中吊り広告が掲載されます。
ゾエ鉄諸君のみんなお待たせもう乗る電車全部に乗るぐらい俺今路線の名前言うたんちゃうかなあ。ディズニーに向かう方、京葉線で見つけたってください。うん、中野高円寺行く方、中央総武線各駅停車使うたってくださいね。え、山手線で行きたいとこ行ってください。臨海線ちょっと高いけどゾエ見れるんやったらええでしょいやー、地方のラジオの広告がなんと東京中を網羅しております。地方ラジオドリームの始まりです。人生は冒険やユタボンも絶対見てくれよなおたひかチャンネル元気してるか二人揃って見てくれよなちょっと早速デザイン見ていきましょうか。すごいすごい。おー、ちょっとみくちゃんの皆さんにもこれお見せして大丈夫ですか。これですね。え、桜橋のメインパーソナリティたちが一堂に会した。ぜひね、ラジコでお聞きの方もみくちゃんの方でもご覧ください。全パーソナリティが映っているこちらの、おー、なんていうんですかね、このデザインが、東京中、横浜近郊もね、千葉の方にも見れるということなんですよ。いやー、僕今まで中づりになったことね、確かなんかイベントにゲスト出演みたいなやつでチラッと多分乗ったことあるぐらいですかね。でもこうやって大々的に番組とかの中づりは初めてですわ。いや、これちょっと今ラジオ大阪の桜橋系の番組盛り上がってるってことなんちゃうねえ。いや、こら嬉しいですね。これもうだからこれから続々と新規増えるから、もうちょっと説明が大なっていきます。うん、だからあの2時間の生放送なんですよ、この番組。なのでなんかその言ったらこの番組で取り扱っている、それこそね、ダイヤモンドの野沢の話とか、桜坂の竹本さんの話とか、前田から立ち前田の話とか、一座の話とか、これね、これからね2時間あったら50分ぐらいは説明で咲くと思いますで、歌で20分使うでしょう。だから内容50分です合ってる計算本当に。まあまあ長らくね、皆さんちょっとお付き合いの方くださいよ。この配置はどうなってんのこれまずこのね、ラジコでお聞きの方にも説明しますと、桜橋919のあのロゴありますよね、あれがセンター上部にまあ書いてあって、毎週月曜から金曜日の、深夜11時から深夜1時まで、日またいで1時までありますよというのがあって、これ6ブロックに分かれてるんですよ。でその左側に月曜の鎌田夏希ちゃん、そしてロゴ挟んで右に私山添で、下に3つ水木金神尾さん続き風数やと並んでいるんですけど、パッと見続き劇団やん四千頭身続きドセンター陣取ってさ、僕が回してますみたいな顔してますよ、丸コメが。へえ、ほんとね、川島の明さんみたいな実力者の位置にいるんですよ。え、続きってなんで一人でラジオやってんの改めてですけれどもね。いや、まあこれはでも彼の引きの強さでしょうね。うん、ちょっと皆さんぜひ中づり見るときには改めてそこを楽しみにしてくださいね。なんと経済期間は2023年10月1日から2024年の2月29日まででございます。地方から旅行に来た際はぜひ探してみてくださいよ。この広告を見つけたら皆さん一つお願いがございまして、ハッシュタグ桜橋919とハッシュタグ桜橋919発見をつけて、ぜひシェアの方をお願いします。鳥添鉄の皆さん、
もうこれマストです。うん。写真撮ったらもう絶対乗っけてよ。うん。で、これ喧嘩だけはしないようにね、その、取り添え鉄同士とか、あとあの、駅員さんと揉めたり、絶対線取ってや。おい山沿いが見えねえよとか。あかんで。おい、じじい邪魔だよ、カス山沿い見せろよあんな絶対ホームで叫ばんとって。ほんまに。もう気持ちはもう受け取ってるから。喧嘩はやめて、俺揉め事嫌いやねん。みんな知ってるやろ？気ぃつけてよ。なあ、ゾエデンのやつ。エノデン。エノデンね。エノデンのやつ。絶対あんなん見せたらあかんよ。あんなもうその切り抜かれてすぐ出るから。恥ずかしいやんか。ゾエが見えねえよとかさ。その YouTube ショートとか TikTok で上げられたら。すんません、うちのファンが。とか。もう言わなあかんから。ね。だからみんなマナーよく。うん。ゾエ鉄、ゾエ、取り添え鉄。なんか語呂悪いの。取り添え鉄はすごく民度が高い。そう思ってもらいたいんですね。皆さんよろしくお願いいたします。生放送ということで番組ではメールを募集しています。今夜のメールテーマは、電車のお話。電車で見た光景、青春18切符を使って鈍行で旅行。結局、電車男は本当なのか嘘だったのか、いろいろ送ってください。中吊り広告を撮るって結構ハードル高いような気も してきましたよね。うん、撮ってる人見たことないですもんね。うん。で、またこう、目立つしね。中で写真撮るって。なんかこう、音も響くしね。うん。山添中吊り自撮りチャレンジは開催されますか？どうですか？これって俺のってことですか？そうそう俺は取らんて、俺取らへんって。いや俺結構電車で見られるんすよ、うん、ここまでセンター分けにしてるやつ珍しいんか？そのやっぱ10年を超えるぐらいの期間センター分けにしてるやつって目立つんか？こんなにセンターパートのやつおんのに。身長もあります。入ってきた時のね、なんかでかいやつ入ってきたみたいなとこから、ああなんか見たことあんなとかね、ありますあります。でも座っててもあります。うん、全然ある。でしかもそんなね、その何、俺は編出者でも何でもないから、あのちゃんと写真を撮ろうと思ったら、写真撮る時のパシャっていう音が鳴るんですよ。そしたらね、電車の中でパシャなんてしたら、なんかこう一人でですよ、しかも。目立つやん。みんな見るやん。自撮りって。しかも自撮りやって。なんか、中吊りと自撮りしたんねんけどってなるやん。え？あいつ自分の撮ってんねんけどってなるやん。だから、それ自撮りは無理やって。気持ち悪いって。いやいや、もしリスナーに見られたら、むちゃくちゃ恥ずいやん。リスナーはまだいいじゃない。まあ確かにメールなりなんなりで、まあ言ってくれるからな。リスナーじゃない人。リスナーじゃない俺と同じ最寄りに住んでる住民に見られるのが一番恥ずかしい。ただでさえ自撮りそんなせえへんのに、うん、やるとしたら何せん。え、もしかしてデートした女の子家に連れて帰んのうまい系男子。カンペに書く質問がなんかすごい、徐々に本当に俺が自撮りしていかなあかん流れに持ってかれてる気して、アプローチうまって思ってびっくりしてん今。何や、やるとしたら何せんっていうカンペ、めっちゃやらんっていう風に言ってんのに、家行かへんってちゃんと言ってる女の子やったのに。やらなくていいですから、うん、やるとしたら何、もしもやるとしたら、もしもやるとしたら、うん、山手線。山手線、あ、いいですね。一番使うから。一番使う。うん、なんか、あ、うん、見つけやすいし。うん。とか、京葉線。うん。まあ、臨海線とかも使いやすいか。あんまり混んでない、邪魔にならないような線で、タイミング見てかな。うん。やらないよ。え？行かないって。家は行かない。今日は帰る。これいいじゃん。いやいや、だって最初から言ってたもん。その家は今日は行かないって。うん。本当に？うん。うん。だからまあやるとしたら、うん、その臨海線とか。寂しい声出すなや。
なんかその気づいたらこっちからなんか行く方向の頭になってた。タイミング見てね、うん、2月の、29日まで、2月いっぱいまで掲載されてるということなので、うん、空いてる時とか、ね、山手線とか比較的。いやでも恥ずかしいもんバレたら大丈夫？軽い男やと思われる。思わない誰も。なんか僕は思わない。え？思わない全然。高橋君は、うん、リスナー思いのいい人だなって思う。そう思ってくれる？うん。一回だけ。ええわ。一回家行くやつはもう何回も行くやろ。受付メールアドレスは yamazoe@obc1314.jp、 yamazoe@obc1314.jp でございます。リアクション感想メールもお待ちしています。メールを送ってくれた方の中から抽選で10名の方に番組ステッカーを差し上げます。住所、氏名、電話番号を忘れなく。ツイッターの方はハッシュタグ山添桜橋919、こちらでたくさんつぶやいてください。この番組はスマートフォンアプリのミクチャで同時生配信中です。スタジオの様子を見ることができたり、放送後にミクチャ限定のアフタートークも配信しております。さらに放送終了後から1週間、アーカイブ配信でも見ることができます。ぜひミクチャの方でもご覧ください。相席スタート山添寛の桜橋919、この後1時までの2時間、ぜひ最後までご同行お願いします。ではここで1曲、エレクトリックライトオーケストラでトワイライト。この時間は相席スタート山添寛の桜橋919をお送りしております。皆さんたくさんメールありがとう。今宵もまたすごい数が来ております。神奈川県マーサンマー、サルゴリラのお二人ですが先手必勝ということで年末の園芸グランドスラムを見据えてもうお台場にも行った方がいいと思います。レインボーブリッジもタクシーで渡った方がいいです。そうね、その前目でやった方がいいから、うん、できることは全部やっておいた方がいい。だからキングオブコントのチャンピオンがやる行動は全部抑えとくとかね、うん、そのやっぱ目標が高ければ高いほど、その言ったらその手前にある低い目標は悠々と超えられるみたいな理論なんですよこれはね、うん、まさにそういうこと。もう言ったらリスナーもサルゴリラさんの味方になって案出してくれてはるわ。3対岩、サルゴリラさんがキングオブコントの決勝に行くために優勝した時に流す涙を今から流し続けさせた方がいいと思います。サルゴリラさんを街で見かけた時泣いていなかったらみんなで2人の金玉をギュッと握りましょう。確かにな、もう今泣きましょう。サルゴリラさん今泣くんです、優勝したっていう気持ちで。僕も大宅とねよく一緒にパチンコ行った時に先喜びというオカルトをよくやりましたよ。リーチになった時点で大当たり後にするようなリアクションをすることによって大当たりを導き出すというね。それで何回も大当たりになったことあります。よっしゃよっしゃーってひとしきり喜んでふとこう画面を見るっていうね、うん、あれ当たるんですよ。それと一緒です。優勝した後の涙今流してください。9時のクジラ、サルゴリラさんがマントをつけていなかった場合ボルトでマントを固定させます。任せてください。もう絶対サルゴリラさん、このクジラがボルトで固定させてくれたやつ野沢に取られたらダメですよ。ほんまにディスナーが協力してくれてるボルトなんで、それまでも野沢の体内にいられたもう元も子もないですから、なんとか野沢に合わんような生活を送ってください。クジラに会って野沢を合わない、避ける、そういう生活でいきましょう、うん、いやつい先日ね北海道行きまして、それがアインシュタインさんという先輩コンビのツアーをやってらっしゃって、それの北海道単独の、まあ、ゲストとして僕と大宅2人とで皆さんご存知、元コマンダンテの安田さん、現ファニーさんの4人でねゲスト呼んでもらって行ったんですよ。で着いて会場に荷物を置いて、で、まあ、2時間ぐらい時間あったんで、ちょっとせっかくやから北海道の街ブラブラしようかって言ってね4人で散歩してたんですけれども、もう大宅ってね同期で双子コンビなんですよ。でもほんとずっとデビューする前から仲いいんですけれども、
なんかね、一見ねシュッとした2人に見えますよ。ちょっとなんかこの男臭い感じのシュッとしたスタイリッシュ漫才師に見えるんですけどもね、お兄ちゃんの方がちょっと抜けてましてね、本当4人で旧道庁、北海道の道庁に向かって、まあ、散歩してたんですけども、行ってみたらなんか今改装工事してて、でその向かいというかね、この前にこうそこに渡るこうなんかそこなんていうんですかね、この道のこのがあるんですけれども、そこがすごい雰囲気よくて、なんかね本当道路2車線分ぐらいのなんかゆったりとしたスペースで、でなんかこう等間隔で椅子がベンチ的なのが確か置いてあって、そこでこう本読んではる方とか休憩してる方とかも言いながら、その後ろにはテラス席のあるカフェだったりあのバーだったりが並んでるみたいな、めちゃくちゃ雰囲気のいい場所なんですよ。でそこでもう言ったら着いたのがね12時とかその辺やったんで、1時ぐらいにみんなで歩いたんですけども、もう晴れててね、みんなこう気持ちよう本開いてとかコーヒー飲んでとか、何やったら飲んでる人もおるみたいな、そこをこう真ん中こう歩いてね道庁の方向かって歩いたら、弟のタクが、いやこんなの見たら一杯やりたくなるねつって、あー無理だけどさこれやりたくなるわって言ってたんです。そしたらそれに対してお兄ちゃんの大が、お前ネタのパフォーマンスが落ちないんだったら一杯ぐらいだったらいいぞって言うんですよね。これ皆さんこれわかります、このザラつき。僕は同期やからすぐわかったんですけど、あのタクはアインシュタインさんに失礼やと思ってお酒飲まないんですよ。でもダイはお兄ちゃんである俺に許可を欲しくて言ってるんやったら、いい許可してやるぞで言ってるんですよ。常にね、このね、タクは双子で横並びで考えて生きてきてるのに、ダイはやっぱね、本当に若干お兄ちゃんとして生きてきてるんですよ。みたいな誤差があって、で、なかなかそんなこの一緒に、こうやってゲストで打ち上げも行かせてもらったんですけど、打ち上げとかの時間を共有することとかもなかったんで、なんかその15年ぐらいの付き合いで初めて気づいたんですけど、すごいね、雰囲気のいいちゃんとしたお店というか飲み屋さんなんですけど、綺麗で、なんか気を基調としたね和食屋さんみたいな、割烹料理屋さんみたいなところで打ち上げさせてもらったんですけど、まあなんかコースみたいなんで、なんかお刺身から焼き物からなんかいろいろ出てくるっていう、北海道の美味しいものがたくさん出てくるっていうコースやって、大お兄ちゃんの方が、皆さん多分周りで一人ぐらいおるんちゃうかなと思うんですけど、あの感動するとき怒りのテンションで言うてまうやつなんですよ。エビ食うやないですか、みんなうまーこれめちゃくちゃ美味しいとか言ってる時に、なんか斜め右ぐらいからね、あダメだこれブリブリだわこれ。誰やと思ったら大、ダメだよこれお前味濃すぎるだろ。なんか怒ってんなこいつ、お前数の子食ったか、俺に、え食ってへん、食えお前食ってみろ。えめちゃくちゃうまいやん、俺なおせちとかの数の子とかもあんま好きちゃうね、なんかこう塩辛いイメージというか味濃いイメージがあってさ、これは美味しいわな、他の食えねえな、たまんねえな。なんで怒ってんねんこいつ。そのタイプでしたわ大が。いやまっすぐ喜べや、美味しいとか笑顔になれよ。何やねんあの目見開いたあの、なんかショックがあった顔で言うやつ。はぁ、うまめちゃくちゃうまいこれ。ダメだこれ。カニ味噌。もう見た？俺、さっき食べたやつ。カニ味噌に日本酒入れたんだよ。ダメ。うますぎる。
大きい声出せよお前。美味しい時1回ぐらいでね。ファニーさんと一緒やったって言ったじゃないですか。この番組でゲストにも来てくれはりましたよ。ピンネタどんなやってるんですかっていうお話聞きましたよね。チンパンジーのネタをやっているとおっしゃってましたよ ね。どんなネタ今日しはんのかなと思ってね、楽屋で俺まあ自分のネタの準備とかしながらチラチラファニーさんの見てたんですよ。そしたらね、私服の段階からリュックがあったわけで、右手突っ込んで茶色の全身タイツ出して、あれ待て待て、これチンパン演出入ってんじゃん。まあでも茶色やったらね、なんかその気の役とかの可能性もあるし、まだ確定ではないぞと、なんかおもむろにね全身茶色のタイツ着て、俺はもうチラ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 見て、うん、そしたら次なんかちっちゃい茶色出して、うん、それが茶色の手袋、うん、まあまあまあまだ気もある、機能コントもある。そしたらここでキュインキュインってなった。何の音やと思ったら、あのゴリラみたいな毛の茶色の毛のパーツ5個出てきて、チンパンやチンパンジーのネタやんけよと思って、で俺の方が出番先やったんで、出番終わってすぐ袖でね、どんなネタかなと思って安田さんのネタ見守ってたんです。そしたら出囃子でででででってこう流れて、でファニーって出て一回暗転して、で名店でした。袖からキーって言って、ヒーヒーヒーって言って、チンパンジーの安田さん出てきて、あ、こういう始まりなんやと思って。そういえばただただチンパンジーでフリップ芸をやるっておっしゃってましたよ。そう、まあ一座というね、その尖ったお笑い団体にいらっしゃいますから、ずっとチンパンジーで最初から最後までやりきるんだろうと思って、完全にチンパンジーの声でね飛び出さはった。そしたらね、キーイイイイホホって言ってこう出てきた瞬間に、客席からえっていう声が上がって、それに対して、いや、びっくりされましたよねって言いたかったんでしょうね。びっくりしました、いやいやお客さんがねって変な間違い方して、汗バー出て完全にビビり倒してて、500人ぐらいの満席のお客さんで、途中でね、そのバナナを持ってはるんです。一本のバナナと右にはフリップで、フリップであるあるをやっていかはるんですけど、このバナナはどういうバナナかと言いますと、あるあるを言って、チンパンジーから見た人間のあるあるを言って、会場のお客さんの反応が良かったら皮を一枚剥いていく、そういうねギミックになってるんです。で一回剥いて、でこういうとこありますよね、反応いいんですよ、めっちゃさすが。また2個目の皮剥いて、でまたあるある言う、あんまりやったってなったら皮を一回ちょっとこう戻す感じにしてみたいなのがあって、もう4つ皮剥けてってなったら、袖から見てるんですけど、その身がね安定してないんですよ。ん？って思ってたら、おそらくですけど、後で聞いたらまさにそうやったんですけど、北海道でバナナを買えると思ってないから、東京の段階でバナナを買って持ってってるんですよ。だからもうねちょっと柔らかなってて最終的に皮全部めくって食べて拍手大拍手っていう流れがもう完璧にできてるんですけど、あるあるでを言ったお客さんの反応良かった最後の皮剥いたの瞬間にグラグラグラってしたバナナの実がボテ落ちて、その瞬間完全にチンパンジーじゃなくてただのファニーさんが6秒ぐらいバナナ見つめるっていう時間
ってお客さんも静か、ワニーさんも今まで落ちたことないんでしょうね、ただただ落ちたバナナの見眺める6秒あって、いやあのまあ落ちたものもあの全然平気で食べれるんですけどねっていう、ファニーなのかチンパンジーなのかよくわからん真ん中ぐらいのフォローを入れてめちゃめちゃ汗かいて終わるっていうね、ビビり散らかしたチンパンジー見てきましたよ。すごかったっすあれ、うん、貴重なチンパンジー見てきました。あともう一個ちょっとご報告というかね、うん、確かにちょっと後に回そうかな、うん、これももうなかなかの事件、本当にもう悔しいほんまに、まあファニーさんもバナナが落ちた時こんな悔しさやったんかな、うん、僕は悔しい。相席スタート山添寛の桜橋919。この時間は相席スタート山添寛の桜橋919をお送りしております。うん、うん、メールいきましょう。ラジオネーム金のペンギン。山添さん、鈴木さんのセンターに疑問を持っておられるかもしれませんが、最近の木曜は三四郎やアルコ&ピースのラジオで話題にされている上、オードリーのオールナイトニッポンでもその名前が挙がっています。おえーすご。一方火曜を聞いているという芸能人は竹本さん以外聞いたことがないので危機感を持ち、自撮りの1枚や2枚おとなしく撮った方がいいと思いますああ、それはちょっと自分のことを見えてなかったな鈴木先生で持ってた、あー危ない、ほんま偉そうに言ってたわ、すごいやん鈴木そうなんや、自撮りの1枚や2枚撮ってな、確かに僕も桜橋でやってますって伝えた方がいいな知ってください鈴木さん覚えてますかってなった方がええわ、ほんまやわ、必然やったんやこのセンター続きは。ラジオネームサンタイガー。僕は鳥添鉄ガチ勢なので5メートルくらいある脚立を持ってより近くで撮ろうと思っています。マジで誰も邪魔すんなよお前喧嘩すんなって、まあもうちょっとこのだから過激派みたいなのも多分おると思うから、その温厚な鳥添鉄がちょっと一歩引いたってほしい。でガチ勢と過激派と仲いい友達やったら、他の鳥添鉄の方もいるからさって言うてあげてうん、同じさ同じものを追っかけてる同士が喧嘩するなんてその悲しい。ニートのニット。もし添え鉄に遭遇したら自転車に乗りながら手を挙げてアピールしようと思いますええのでんのあいつ邪魔すんなよおいあかんねんそのアピール、うん、サンタイガーにめちゃくちゃ切られんぞおいどけほんまにあれあかんで、ほんま火に油注ぐような感じになるよ、怖いで鳥添鉄は。撮ってる最中が一番気性荒いから。スズムシ。神奈川県地元のリスナーなのでわかるのですが、相模線は茅ヶ崎から山の方面に伸びた路線で、コロナ前は駅に到着するとボタンを押さないと車両の扉が開かないほどのどかな路線でした。ああいいね、味があってね。そんな相模線にカオス帯ラジオ桜橋を告知するのは非常に勇気ある決断だと思います実家に戻る機会があればぜひ添え鉄したいと思いますええやん、あいいな、そんなのどかなあの路線にも、うん、置いてもらえると思ったらちょっと嬉しいな。あ相模線ね、めちゃくちゃええやんか。あのボタン押してね開け閉めするやつ、あの何回かでもじゃあ乗ったことあるわ。あの味のある感じに
いかにこの桜橋の中吊り広告がマッチしてるか、それをちょっとスズムシまた教えて、情緒があるのか、またここで一曲聴いてください。鎌田なつきで君に、宇多田ヒカルで君に夢中。おはようございます。この時間は相席スタート山添寛の桜橋919をお送りしています。いやー悔しいです、本当に。もう何がってね、もうもしかしたらご存知の方もいらっしゃるか分かりませんけれども、スーパー山添大作戦という番組にね、まあたびたび桜坂46の竹本結衣ちゃん、まあ唯一この番組を聞いてくれてるスーパー芸能人がね、竹本さんですよ、がまあ出てくれたりなんかして、でね、この間の一座の回で収録終わった後にね、番宣コメントみたいなのをまあツイッターに上がってるんですけど、それを撮ってたんですよ。そしたらなんと竹本さんがね、僕にお土産を用意してくれてて、そのお土産っていうのがなんかお仕事でパリに行ってらっしゃって、で俺にお世話になったからって言ってね、なんかお土産を買ってあげようって思ってくれたんですって。優しい子じゃないですか、すごい。昨日聞くね、そんなんいいのに、こっちがねありがたいだけの話やのに、何がええかなと思って、そのパリのね貴重な時間を割いて俺のお土産をこう探してくれたんですって。でそれがモナリザをあしらったね、モナリザの絵をあしらったライターを買ってくれて、それをこれお土産ですって言ってくれたんですよ。ありがとう言うてね、ずっと俺がちっちゃいそのなんていうんですかね、サコッシュ的なポーチ的なサイズのカバンにこう入れてたんですよ。で、まあ、ずっと使わなくて、違うオイルの入ったライターばっか使っててね、まあもったいないから、で福岡の寄席の出番をいただいた日がありまして、で飛行機で行くじゃないですか。そしたら検査場を通った時に、あれライターって1本しか持って入れないんですよ。でこちらのカバンお客様のですかってね、そのスタッフさんに言われてね、その航空会社の検査場にいらっしゃるスタッフさんに言われて、あそうですって言って、ライター4つ入ってますって言って、いや俺どんだけカバンにライター入れてんだと思って、であなるほどと、よう考えたら竹本さんのライターあっこに入っとるから1個しか持って入れへんって言われたから、他の3つをもうオイルパンパンのやつとかあるけど、あじゃあこれで処分してくださいって言って、竹本さんのやつだけ残して福岡の劇場行ったんですよ。でうわーとうとうあれを使う日が来てもうたかと、あんま使いたくなかったんですけど、で劇場着いて、でタバコ吸いに行こうと思ってね行ったら、ビスケットブラザーズが一緒の寄席に出るメンバーやったんですけど、ビスケットブラザーズの神の長い方のメガネ、金ちゃんじゃなくて原田の方、原田くんが一緒に来てて、まあ原田くんタバコ吸うから、まあ、一緒にじゃあタバコ吸おうって言って追ってタバコ吸ってる時に、原田がすいませんちょっとライターお借りしてもいいですかって言うから、あいいよって言って、もう俺もね竹本さんのやつを使って、あこれどうぞって言って、まあもちろん原田には言わずね、原田にも火つけてタバコ吸って、で楽屋戻って、まあ出番やって何公演かあって、でタバコ吸いに行くタイミングのたびに、山添さんライター借りてもいいですか、あじゃあこれって渡したりなんかして、その日の最後の出番が終わって、で俺がタバコ吸いに行こうと思ってね、ライターとタバコ持って喫煙所行ったら、ライターもつかなかったんですよ。原田ものの3時間ぐらいで、あいつ俺が竹本さんからもらった貴重なライターのオイル全部使っちまいやがったんですよ。あいつ福岡で何カートン吸うたん。あっと使えってなって、えってなって、こいつと思って、
も説明するのも野暮じゃないですか。だからもう普通にね、あの他の芸人の後輩の子らがねライター持ってる子に俺も借りて、でカバンの中忍ばしてたんですよね。それからずっとアインシュタインさんの北海道ツアーにだから行ったって言ったじゃないですか、さっきね話で。その時にまたあの行きの飛行機ね乗るぞと思って朝空港行って保安検査場通ったら、ライター2つありますって言われたんですよ。うわこのパターンやと思って、またこれライターもったいないなって思って、あれ2個ってあのタバコの中に入っているボックスの中に入っている1個とあともう1個どこにあるんやろうと思ったら、あ竹本さんからもらったオイル切れたライターやと思って、泣く泣くね竹本さんの方をお渡ししてね。くそくそじゃねえよ。返してくれよ。もうなんで1個しか持って入れへんねん。航空会社に奪われました。唯一聞いてくれる竹本さんがもうリスナーから離れそうです。あー悔しい。あんな取るかね。竹本さんじゃない方渡せば。だってそっちオイルパンパンやから。だから東京戻って買えば、北海道か、北海道か、北海道行って新しいの買うってこと。え、オイル入ってるやつがあんのに。なんで。そんくらいお金あるじゃないですか。いやいやだって竹本さんのやつはもうオイル入ってへんから。でも竹本さんがくれたんですよ。竹本さんもだからあれさ、俺にあげる前に何本かタバコ吸ったんちゃう。吸ってないっすな。あんなすぐなくなる原田に貸しただけで。くそー、あの空港のシステムなんとかしてくれ。大切な人からのプレゼント渡してもった。あ悔しい。なんとか2個とかにしてもらえませんか、航空会社の皆さん。よろしくお願いいたします。本当に、あ竹本さんには黙っといてください。うん、原田お前いい加減にしろ。原田と航空会社検査場。くそ行きにくい。生きにくい世の中。くそ、せっかくくれたの、せっかくくれたのに。なんでそっちも同じにするんだ。原田が先輩やったらもっと言えたけど、後輩やから事情言ったらかわいそうやし、しょうがないしょうがないって言って、うん、先輩ですからね僕の方が、うん、航空会社の方もそれ仕事やから違うんですこれ。友達がパリで買ってきてくれたやつなんすって。そんな説明聞いてくれへんから。あれ使わなくてもダメなんですか、ね、なるほどね、うん、わかんないですけどつかないんですよっていう。じゃあつけてみてくださいよって。でも向こうの検査場ってこんなもうたくさんこうみんな行列してる中で俺が足を止めるって、そっちそんな迷惑かかること俺でけへん。それが思いつくってそれ異常やで。なあ、自分の都合でみんな犠牲にするって俺そんなんでけへんわ。それやったらオイルの切れたライター差し出すよ。泣く泣くね。ただのオイル切れたライターじゃないじゃないですか、竹本さんがパリで買ってきてくれたっていう。ん？竹本さんがパリで買ってきてくれたもうオイルの切れたライターよ。なんか家に置いとくなりできるじゃないですか。オイルの切れたライターを。だから。なんで？なんでよ。わからん。なんで？言うてることがわからん。なんで？オイル切れてんのに。あだからジッポライターとかが良かったですね、もらうならね。うん、オイルを入れたからな、新しく。
せっかく買ってきてくれたのに。だからそうなんですよ。もうそんな言わんとって。原田も航空会社の方も仕事してただけやから。あなたに言ってるんですよ。本当にもうあんま責めてあげんと言って。あなたを責めてるんですよ。悔しいよそら。原田は後輩やし航空会社の方は仕事してるだけなん。クレームラジオや思われるから。そうじゃないのよ。俺はただ悔しいと。そのルールが悔しい。後輩のタバコを吸う本数が悔しい。そう言ってるだけ。竹本さん申し訳ない。次はあのジッポにしてください。ではこちらのコーナーに参りましょう。絆変換。借金があります。借金のことを絆と変換する私山添のようにあらゆる言葉を絆変換していくコーナーです。お。メールホルダー。サッカー高橋氏メールホルダー。うーん、え、まずメールでしたね。メール、あ、絆変換、うん、ラジオネーム、いやいや、もう先にメール行きたかったかと。絆変換のメールでいいんですよね。ラジオネーム石井純也。伏線回収の絆変換。小2で習った九九がその後の人生で役に立ちまくる。あーいいね。すっごい九九はほんまに役に立つ。うん、やっぱり計算でこうやっぱ頭で弾くときにやっぱ九九が出てくるから。あとボートレースやってたらすごいね役に立つよ計算は。やっぱ500×19 パッと出てくるの。皆さんこれ9500ってすぐ出てくるのよ、ボートレースしてる人。それは 1.500 円かけたレースが19倍になって帰ってくるとかっていう計算を常にしてるからなんですよ。だからボートレースをやったことない人はこれだけ一個思っといた方がいいかも。ボートレースやったことがある人たちは常に頭ん中で計算をずっと怠ってないよ。置いてかれるぞ。カイケルバーガー。本当にあった怖い話の絆変換。他の階段は作り話です。まあ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 、そうかそうか、汲み取り方によってはそうなるか。うん。まあね、だからこそなんかこう引きつけられる部分があるからね。うん、あ、いいね。カイケルバーガー。参謀の絆変換。トップの近くで思ってることを口に出してるだけ。それが大事やね、参謀は。そのトップが言うと剣があるとかがあるやん。でも実はトップからも一目置かれてる人が参謀やったりするからね。そうそうそう、参謀のね役目なのよ。嫌われ役というかね。A ポジションやね、格好の A ポジション。なめたけ46。ちょっとくらい記憶力ないんかいの絆変換。一瞬でも電池抜いたらリセットされるリモコンの時刻設定。バカだよね、ほんとね。あれなんやねんな、ちょっとくらい覚えといてくれよ。さっきまでの感覚。うーん、わかるわ。ご無沙汰カレー。リンゴジュースの絆変換。偽おしっこ。違うわ。ほないろいろ出てくるぞ、トマトジュースとか。この絆変換はあかん。この絆変換は広げれば広げるほど低俗な方に行く。なんやこのシステム。ずっと春休みでいいのに。キングコングと付き合っている人の匂わせ投稿の絆変換。あえてえいえい、明日もしゃかりき頑張る。懐かしいな、しゃかりき頑張る言うてはった。いつからか聞かへんだった。うーん、いえいえい、あった。光のスピードで M1 に出て。髪型キモくてすみません。髪型キモくてすみませんってなんすか。梶原さん。え、当時。へえ。それはもう2丁目とかの時ですか。ベース。いや
でも最初期の方イエイエイシャカリキ、イエイエイの、あの神がまだもうこのなんか無造作ヘアみたいな時、あのなんかおかっぱ、おかっぱみたいなして、髪型キモくてすみません。あー、それ知らんかった。そんな時期もあったんや。え、なんでそこまで詳しいん？追っかけてた？追っかけはしてない。追っかけはしてない。もう言わんでええで。いやいや、しゃがりき頑張るまではね、抑えてる人おるけど、髪型キモくてすみませんもあったんや。詳しいよな、高橋氏は。ずっと春休みでいいのに。射精するまでにどれぐらいの時間がかかる？という質問された山添の、という質問をされた山添の友達なるほどね、射精するまでにどれぐらいの時間がかかる？という質問をされた僕、山添の友達ナッキーの答えの絆変換。1ヶ月。え、なんでナッキー、それはもうええってお前言い過ぎやってお前。みんなな、そのどんだけ我慢できるとかで喋ってんのよ、10分とか。俺結構遅いから30分とか、うわいいな、早漏の俺からしたら早い、遅いの羨ましいわとか、そういう話をしたくて聞いてんねんナッキー。1ヶ月とかもうそういうふざけいらんから。いやいや、ほんまに1ヶ月、なんで次の射精待ってた。ええって、次の射精待ってた。セックス中で言ってるからこっちは。サラリーメン、完熟フレッシュ池田レイラの悩みの絆変換。街で池田ゴナクレイジーをコンビ名と、ま、勘違いしたファンから、池田ゴナクレイジーのクレイジーさんですよねと声をかけられる。かわいそうに。どこから言ったらええねん。あ、いえ、あの池田ゴナクレイジーのクレイジーさんっていうのは、あの池田ゴナクレイジーっていう人がいて、で池田ゴナとクレイジーのコンビではなくて、完熟フレッシュの池田ゴナクレイジーと私なんです。うん、いや、レイラちゃんに三四郎さんみたいな悩みないねん。うん、まあ悩んでんな、レイラちゃん。昼バレーの時計台、池田ゴナクレイジーの面白みの絆変換。人力車サンミュージックと来て、現在渡辺エンターテイメント所属であり、元ライザップの社員であり、昔の芸名はロックスター池田。深みあるわ、やっぱりゴナクレ兄やんは。うーん、誰もゴナクレ兄やんを深掘ろうとせえへん。こんなに面白みあるやん。どっから触れたらええねん。人力車なわけないやん、芸風。でサンミュージックと来て渡辺エンターテインメントなんや今。ロックスター池田から池田ゴナクレイジーに変えはったんや。知ってる？ゴナクレ兄やんの挨拶ツイート、何か。おはクレイジー。うーん、いいよね、やっぱその池田とゴナとクレイジーで分けた時、メインはクレイジーやっていうのがこれで分かるでしょ。ご無沙汰カレー、バレリーナの絆変換。前髪なしウーマン。バレリーナの方がええやん。バレリーナ思い出せへん時に、あのあれ、前髪なしウーマンよりさ、絶対バレリーナの方がええやん、美しいやん。いやねん、前髪なしウーマンって。せめて
でさトゥーシューズ触れようよ、つま先立ち触れようよ前髪じゃないって、バレエダンサーの1個目に目につくとこ。福岡県マーズの弟、完熟フレッシュの絆変換漫才協会所属気になるネタ見て、改めてネタ見て、あいてー、ゴナクレさんと喋りてーレイラちゃんがめっちゃ突っ込んでくるとこみたい。ちょっと待ってくださいよ、さっきからお父さんにばっかり話振って、そんな現場あるわけないでしょとかずっと怒ってるレイラちゃんみたい返答パンダ、おばあちゃんのふりをしてベッドで寝ている狼を口説こうとしている赤ずきんのインディアンスキムの絆変換お前口でっかいなぁ福田ね、3時のヒロイン福田に言ったやつね、インディアンスと俺と福田で喋ってて、なんか福田がなんかこうこうこういうのってありますよねみたいな、なんか違うトークテーマで入ってきて、なんか俺と田淵がそうやねってこう福田のトークテーマで喋ってる時にずっとだんまり決め込んでたキムが急に福田の方向いて、お前耳ちっちゃいなって言ったあれねええねん、それを童話にせんで見てられへんやろ、この狼が赤ずきんに引いてるとことか、なんだとか言うてる狼見てられへんやろお前を食べるためだよってでか一回ひるんで言えへんなるやん、なんだろう、 お前を食べるためだってなんかこう悪くなるやん、ぬるっとしてまうやん、赤ずきんにこんなん言われたら。耳元で言うなキム、お前何でもかんでもほんま言い方となんかトーンと全部気持ち悪かってん、お前口でっかいなメールは以上です。受付メールアドレスは yamazoe@obc1314.jp、 山添@obc1314.jp、 〇〇の絆変換は〇〇、こちらのフォーマットで送ってください。メールの件名は絆でお願いします。皆さんからのたくさんの絆お待ちしております。お知らせの後はドーナツ社の単車の虎のコーナーをお楽しみください。相席スタート山添寛の桜橋919、この時間は相席スタート山添寛の桜橋919をお送りしています。メールです。ラジオネーム金のペンギン、古参添え鉄からのアドバイスです。もし SNS に投稿された電車内の写真に山添さんが写っていても、それが何線の添えかリプを送り聞いたりするのはやめましょう一般の方はそういうものを一切気にしていない上、こういった行為をエスカレートさせた釜鉄は世間から嫌われています。添え鉄同士いい電車ライフを送っていきましょう。うわ、こうやってマナーができていくんや、ありがとうな金のペンギン、嬉しいな。いいでしょう、こうやってその鳥添え鉄の中での言ったこうマナーをこうみんな一応こう共有していこうねって、これなんですよ魔法の言葉ウンバブ。僕も添え鉄ガチ勢なのですが、あくまで釣り広告を撮りたいだけであって目的地とかは別にないので、日が済むまで写真を撮れたら適当な駅で折り返して最初の駅に戻り、お金を払わずに改札を出ようと思います。これが頭脳派添え鉄のやり方です。あかんてなあ、バレたら怒られるぞ。あれ何分以上あかんみたいなあれあんねんで、ちゃんとこの言ったらその現場現場も楽しいんで、改札の人にちゃんと俺も言うて、で
まあ本当に黒いはずじゃなかったんですけどね、この電車のちょっと中吊りに興味があってぐらいのことを言ってね、うん、でもお金は払ってっていうのがまだちゃうか。頼むわ。もう福岡市お堀のナムポン、こんばんは、音添え鉄です。は？中吊り広告を見かけたら神が擦れる音を録音したいと思います。カメラと違ってシャッター音はならないので、恥ずかしい思いをしなくて良いのでおすすめです。え、スマホをずっとこの中吊り広告の横に置いておくってこと？何してんねんこいつって。なんで周りの人がさ、そのあの人釣り革持ってんのかな思ったらずっとスマホ上げてはるって、なんで音添え鉄やったんかいお前。迷惑ならんようにな、ちゃんともう片方の手で釣り革持っとくんやで。急ブレーキ急停車の時にその音添え鉄がこう言ったらドミノ倒しになってみたいな事故は避けてよ。お前気ぃつけなあかんで。テーマメールです。玄米の玄昔電車で座っていると急に喉の違和感とともに咳が止まらなくなりました。そういう時あるよな、なんか急にイガイガしてもうてみたいな。電車なので咳を我慢しようとすると今度は涙が止まらなくなり、紛らわすためにスマホを適当にいじっていたのですが、小声でメールで振られたんじゃないと聞こえてきました。違うかわいそうに負の連鎖でね。ただただ心優しいリスナーやね玄米の玄は。迷惑をかけたくないその一心でこらえていたら、そのこらえるところが涙で変わって出てきただけやのに、メールで振られたんじゃないとか、もうやめてあげてよ。ちゃうねん、あなた方を不快な気持ちから守ってんねん玄米の玄は。まあ、伝わらんな。わかるわ、急に変ななんかってやんねんけど変なとこに残ってるみたいなあるよね。シラスの姿に電車で座ってスマホをいじるとき、私はスマホのカメラレンズを指で隠します。角度によっては向かい側の人を盗撮しているように見えてしまうかなと思うからです。これは考えすぎなのでしょうか。山添さんは電車に乗るとき何か気をつけていることなどありますか。めちゃくちゃあるよ。その東京来てから何もうすぐ東京は痴漢が多いから、なんていうの、痴漢に間違われるような行動も取ったらあかんでっていうのも聞いてましたし、だから両手上げて釣り革持ってたりとかもしてたし、あとは今はあの痴漢撲滅の YouTuber とかもいるじゃないですか。でそれもよく見るから、そのなんていうの、ワイヤレスイヤホンで音声だけ聞いてるとき、さっきまで例えば動画を楽しんでたけど駅降りたからスマホは右手に持ってブランブランした状態で音だけで楽しんでるとき、急にハト、あ、なんかそのローアングルで撮ってるみたいに YouTuber が攻めてたりしてたぞとかで、あー、あかんわあかんわとかでポケットの中に入れるようになったりとか全然ある。うん、だってあんなもんさ、その証拠が出せへんやん、こっちは。なんか疑われた時に。してません。まあ、その、見せたらいいんやけどね、写真ホルダーを。動画ホルダーとか。で、ないぞって言ったらええだけなんやけど、でも周りの人たちとか、ホームの人たちには、やばい人がおるって絶対なるやろうし、ましてや俺顔さしたら、山添が痴漢に間違われてた、間違われてたっていう報告やったんやけど、痴漢の疑いをかけられていたっていうのが記事になった段階でね、こんなもんも多分仕事なくなるから。今なんてもう疑いかけられたら全アウトよ。事実無根でもそのタイトルの見出しの記事が上がったら、多分仕事は多分一回ゼロになるしね。で疑い晴れましたってなっても、その疑いがあった人ってなるし、一回その記事を見た人はその人が結果無罪だったってとこまでは追っかけへん人が多分ほとんどやから、すごいしんどいよ今。めちゃくちゃしんどいと思う。だからもう気ぃつけるしかないねん。で気ぃつけてる中で疑いをかけられた時に同情している、なんかその
電車を使ってた人、周りの人とかが、いや、この方不審な動きしてませんでしたよとか、うん、そういうのをもう言ってもらうしかない。うん、だから俺もできる限り、なんかこの、痴漢をもしか、一人で発見して捕まえようとしてる人がいたら助けようとももちろん思うし、疑いかけられててその人のことをたまたま見てて変な動きしてなかったら、いや僕は見てましたけど変なことしてなかったと思いますって言ってあげようとは思ってるんですけど、けどね、疑われるようなところ、なんかそのまあ煙は立たずとも言うじゃないですか、あれ、それと一緒で何もないところにそんなことになりますかって言われたら元も子もないからな。内弁慶、私は座席の端にある手すりの部分に寄りかかるのはありかなしか、ありかなしか問題に決着をつけたいです。ほう。立っている身からすると安定するのに寄りかかりたいのです。俺もあそこ好きやわ。しかし、座ってる側としてはそこに頭を預けて寝たいのです。山添さん的にこの問題についてどう思いますか？すごいわかるけど、俺は全然寄っかかってええ派。たまに、なんていうの？そのポニーテールの人の髪がね、座っている人側まで来てめちゃくちゃこう髪に当たる、自分の頭に当たるみたいな時とか、あとは何かな、背中が丸い人がもうこっち側まで入ってきてるみたいな時もあるから、まあそこは気ぃつけなあかんなとは思いますけど、よっかかるのはありでしょう。あれはラッキーポイントやん。あれって。ありにしてあげよう。俺はむしろ、そこに4日間のあり勢やから、そこのポジション陣取ってんのに、その手すり側に寄りかからずに、ドアの方を寄りかかって、中向いている人にめっちゃ悔しい気持ちになる。そこをそのポジショニングするんやったら、多分寄りかかりたい人他におるでってめっちゃそう思う、うん、でも内弁慶がこう思うってことは、やっぱり座ってる側で嫌な思いしてる人も結構おるんかもね。そうね、頭を預けて寝たいけど向こうの人のなんか背中とか荷物とかがはみ出ててそれでけへんみたいな時もあるもんね。うん、あれはちょっと気ぃつけなあかんよな。龍の申し子、山添さん、竹本さん、親衛隊員、空立ち前田さんが山添さんの行動に関する貸主の批判ポストをただ単にリポストしまくり、狂気的行動をとっています。山添さん、魔の手はすぐそこへ。やっぱやばいって、もう前田ちゃうねん、ちゃうね、前田に詩人逮捕される。詩人逮捕やりすぎちゃうかっていうの記事になってたぞ、この間。お前がやること絶対にやりすぎやって。前田、お前ちゃんとラジオ聞いたか？リスナーのその X の文言リポストしてるだけやろ。ちゃんとフルで聞いてくれ、このラジオ。そしたらそんなに俺が悪くないってわかるから。前田聞いてるか？9時のクジラが前田の前田がなんか X をね更新してるらしいですわ。山添さん逃げろ。空立ち前田さんがブチ切れた後に一旦冷静になって、でも怒りが止まらないみたいなツイートしてますって言って、空立ち前田のスクショを今送ってきてくれたんですけど、その文言が、ライフラインどころじゃねえ、もう直接ライフを止めるしかないのか。やばいやばい、前田、原田最低やったやろ。やばかったよな、ビスケットブラザーズ原田。俺も引いた。どんな火の使い方してんだあいつ。マートガスパール、空港での持ち込み禁止物に関してですが、空港に預かってもらい、帰ってきた時に受け取ることもできます。え？前に子供の頃に買ってもらった思い入れのある子供用ハサミがカバンに入っていて、
母の顔がちらついて捨てられなかった時に相談したところ預かってもらいました。今後の人生で生かしてもらえたらと思います。とりあえずからたち前田さんにお伝えしていきます。やめとけよ、もう余計なことすんなよ。このさ、この後出しすんな。なあ、パーソナリティがどんなやつか予想してさ、先手先手で送ってこいよ。このもう今な、その航空会社に取られた今、このメール送ってきたらより俺悪い感じになるやろ。マート、ガス、パール。ほんまに。まあ、この後出しのやつおんねん。なんかそん時は何も言わんかったくせに、近隣の人がなんか事件起こして捕まってインタビューされたら、確かにそんななんか不審な動きはそういえばありましたみたいなこと言うやつおんねん。まあ、やめろこの後出し。前田ちゃうねん、ほんまに空港のルールが厳しすぎんねん。ニートのニット、ミクチャスタジオの場所を明かしていないのは突撃を防ぐためだったんですね。これはマジで棚ぼた、本当にマジラッキー、うん、サンタイガー山添さん、せっかく竹本さんという極太の貸主がついたのに彼女の気持ちを、彼女の気持ちを軽蔑のないがしろ。ないがしろにする行為最低すぎます。お前がパリに行って同じの買ってこい。同じの買ってきたらええの？そういう問題ちゃうで。3体がこれってそういう問題ちゃうと思うねん。同じのを買ったらチャラみたいな、そういうことじゃなくて、竹本さんが時間を使って俺のことを想像して何を喜んでくれるかなって思ってくれた時間が形となったライターを向こうに渡してしまったことが罪なんじゃない？同じもの持ったらそれで OK？ 俺違うと思う。これって返してもらえたりすんのかな？電話して、うん、モナリザのライターなんですけど。取られたんですけど。取られたんです。確かにオイルなくてもうつかなかったですよ。けどよこせって。朝なんで寝ぼけてた感じもありましたし、言われるがまま預けたんですけど、返してもらったりできないですか？返してほしい、ほんまに。来週までに一回電話ちょっとしますわ、そしたら、うん、うん、そうですね、確かに。もし預かってくれている可能性があったとしたら、帰ってくる可能性ありますもんね、うん、電話するわ、うん、知ってるし。で、保安検査場のアルファベットまで覚えてるわ。うん、それぐらい思い入れ強かったから、あのライター。ラジオネームスズムシ、池田ゴナクレイジーさんの X を覗いたら、なあなあ飽きんな、ずっとしがめるってまだライター、飽きんなや、なんで帰ってくんねん完熟フレッシュに。池田ゴナクレイジーさんの X を覗いたら、9月23日の朝9時頃、オハクレイジーよく寝たよとポストしていましたが、その2時間後に今日寒いなと唐突にその日2つ目のポストをしていました。2時間寒さに気づかなかったのクレイジーだな。確かにな、やっぱロックやから、もともとロックスター池田さんやから、うん、やっぱそのカッカしてて、なんか気づかへん部分あんねん。まだまだあると思うで、ゴナクレ兄のクレイジーな部分。はあ、ご無沙汰カレー、
前田さんがこの番組のハッシュタグをつけてちゃんと聞いてるわとポストしてます。山添さんもう救いようがないです。まずです、まずなんですけど皆さん、からたち前田さんがもう敬語を使ってくれなくなりました。まずもう怒ってるのは確定しましたし、相当火ついてます。本当さようなら。ここで一曲、オレンジレンジでラブパレード。はい、関さんと山添寛の桜橋919、そろそろお別れのお時間でございます。ミクチャの方では番組終了後にアフタートークもございますので、ぜひそちらの方もご参加くださいということですね。あっという間でもう1時になる。ラジオネームルーナ、山添さんこんばんは。元航空会社勤務の者です。すごい、なんか教えてくれそう。マジレス失礼します。空港で処分の仕方が若干違いますが、基本的には1日でライターの没収って何百個とあるので、没収後空港管理ではなく各航空会社に届けています。警備会社よりも利用した航空会社に連絡した方が見つかるかもしれません。覚えてる、確実に思い出せる。で、しかもその、よくあるライターちゃうからな。モナリザのライターやから。いけるかも。これはちょっと電話してみる価値あるね。モナリザのライターなんて、持ってる人見たことない。サルベージ。すくい上げ。やて。サルベージって、そういう意味なんやって。シャン、シャン。俺絶対無理やと思ったけど、これはちょっと光見えたな。だってみんなは、その、物がないと、なんか腹立ってるわけやろ？俺はだってオイルが切れたら、別にその物を預けたって、俺の胸で灯ってるからね。なんでそのオイルの切れた用途のなくなったものを家に置いてたりする人がいると思う？目で見える場所に置いとかんと忘れてまうやつやからや。みんながそういうやったら電話して取り返してみよう。俺の胸に灯ってるけど、一回電話して取り返してみよう。